カーバを一周する群衆タワーフはイスラーム教における巡礼の際に行う儀式の一つであり、ハッまたはウムラの際にイスラーム教最大の聖地であるカーバ神殿の周りを半時計方向に7周回ることを指す。最初の3周は群衆の外側を急ぎ足で回り、続く4周はカーバ神殿に近づいてゆっくりと回る。カーバ神殿の周囲を 大勢の神徒が整然と回ることは唯一神を崇拝する神徒の団結を象徴するものとされている。巡礼者があまりに多数になると儀式が困難になることもある。群衆の縁はカーバ神殿の一角にはめ込まれた黒いから始まる。可能であれば黒石に接吻するか手で触れるべきであるとされるが、群衆が あまりにも多く実際にはそこまで近寄れないので、周りを回る際に手を黒石の方向にかざせば良いとされる。また、回るたびにタクビールを行う。男性は、最初の3周を急ぎ足で回り、続く4周はゆっくりとしたペースで回ることが推奨されている。回り置いた信徒は、アブラハムのお立ち戸に行き、にラカートの祈りを捧げる。その後、聖なる、 ザムザムの泉の水を飲み、次の儀式であるサーイーに進む。ムスリムは、ハッチの儀式として一回、メッカを去るにあたっての最後の儀式として一回、少なくとも、計二回のタワーフを行うべきであるとされる。タワーフにはいくつかの種類がある。カーバを回る、タワーフ。アラビアのロレンスに随伴した、写真家が1907年に撮影。用の東西。 宗教の遺憾を問わず、心臓や成績、祭壇の周りを周回する儀礼は、昔から存在した。イスラーム百科事典で20世紀前半の、東洋学者ブールがピックアップした例で言うと、ヘブライ語聖書の、詩編には神への封建行為の一つとして、祭壇を巡ることが挙げられている。この時代のユダヤ教徒は、イスラエルの第二神殿にあった祭壇の周りを、平日に一回、 観測日に7回回った。イムルルカイスの死の中には、長い衣を引きずって歩く、乙女らが野牛と共に、祭壇の周りをめぐる様を比喩として使用しているものがあり、イスラーム教徒が、ジャーヒーリーヤと呼ぶ、イスラーム聖誕前夜のアラブ社会にも、集会儀礼は存在した。イスラームは、こうした先イスラム時代のアラブの習俗を、 ある程度取り入れていると推定されている。イブンヒシャームやタバリーによると、ムハンマドは、ヒジュラ歴8年に、メッカの多神京都軍との戦いに勝ち、メッカに入試する。この時彼はラクダに乗って、カーバを周回し、曲がった杖で、ルクンに触れたという。ただし、これは、イブンヒシャームによると、例外的な行為であった。ムハンマドはその後の、いわゆる、 別離の巡礼の際に周回儀礼の模範を示した。この時示された規範的な集会儀礼が、1、ルクンを起点に、反時計回りに、所定の速さで7回回る、2、黒いに対して、トックブルやイストラムする、という要素を含む、上で紹介したような儀礼であったとされている。タワーフに関して、イスラームが、どの程度、先イスラーム時代のアラブの習俗を取り入れているかは、 議論の余地がある。19世紀の学者、ベルハウゼンは、かつては、小巡礼の際にのみ実践されていたタワーフを、ムハンマドが大巡礼の際にも実践するという、改革を行ったという仮説を立てたが、反論が多い。クルアーンの証句、具体的には7章31節に、カーバを回り、祈る際には衣服を着用するように命じる言葉がある。14世紀の解釈学者、 イブン・カスイールはこの部分を、ジャーヒリーア時代のタワーフが全裸で行われる場合も、あったが、これを禁止するものと指摘した。全裸タワーフの禁止は、イスラーム過後の新規軸である。ありがとうございます。